ここは小世界一家が住む世界。あーやばいやばい、会社に遅れる。大変、忘れ物しちゃった。お父さんどこ見てんのよ。いやいや、そっちこそ気をつけろよ。あれ、私がいる。俺がいるってことは、俺たち、私たち体が入れ替わっちゃったんだ。おいおい、そんなこと起こるか、起こりうるか。でも実際にこうして入れ替わったのよ。皆様こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。実際に小世界家がこうして集結したわけなんですが、家族でお会いしてみていかがでしょうか。いやー、この顔ぶれやっぱり適材適所と言いますかね、本当に個性のある4人だと思いますよ。そうですよね、はい、では誠さんはいかがでしょう。はい、もう家族の絆をすごく感じました。それはですね、お父さんの茂さん以外何の打ち合わせもしてないのに、みんな黄色いなんかアクセントがどっかにある。本当だ。今日のお衣装がもうぴったりですね。そうなんです。これが小世界家でございます。はい、そしはるさんいかがでしょうか。やっとお会いできたとは言っても、やっぱこういう形で残念なんですけれども、ってことはまたいつかお会いできることが、機会があるんじゃないのかなって、改めて楽しみになりました。はい、荒牧さんはいかがですか。はい、すごい豪華な方々に混ぜていただきて本当に光栄なんですけれども、まだちょっと画面越しでしかお会いしたことないので、いつかね、本当にこうリアルで対面して会いたいなと思います。一家の主であるお父さん役を演じていらっしゃいます。どんなお父さんなんでしょうか。まあ何しろ娘のリノのことを心配して、まあでもなんかこう娘から煙ってがられるというか、まあでも僕の実際の生活に近いかな。あ、そうなんですか。自分の娘がもう今ちょうどお年頃なんで、親父を煙たがるというか、なんかリアルにできて嬉しいですよ。では続いてお母さん役の誠さんいかがでしょう。はい、ですね、最初にいただいた中で夫でしたお母さん役って書いてあったので、いや私夫にできるんだと思ってたら、台本見たら共済化になってた。ガラッと変わりましたね。はい、変わってしまって共済化を頑張ってます。そして指原さんは高校生の娘役ですが、いかがでしょう。まさかアイドルを卒業して1年後にこうしてまた制服を着ると思っていなかったので、すごく改めて新鮮でした。作中では何人に恋したかわからないぐらい恋に落ちているので、そんな私にも注目していただけたらと思います。中学生の弟役、荒牧さんいかがでしょうか。はい、今中学生役が回ってくると思ってなかったんですけれども、本当に端的に言うと本当なんだろう、もう本当思ったことをズバッと言って、本当お父さんの感情とか関係なしにズバ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 もう傷をつけるような言葉を言っちゃう生意気な中学生役ですので、はい、ドラマ撮影にも使われた80分の1サイズと35分の1の皆様をここでご用意をさせていただきました。実際に今お手元にありますが、ご覧になってみて松崎さんいかがですか。いや、ちっちゃいね。はい、本当に僕老眼だからね、自分の顔がどうだか分かんないぐらい。でも精巧にできてるね、細かく。とても小さいんですが、しっかり黒さは伝わっています。松崎さん、こんにちは。ここに行くとね、同化しちゃうんです。ありがとうございます。誠さんいかがですか。もうね、初めて見た時も感動ですね。ここで80分の1の私ですよ。はい、可愛い、愛おしい。はい、ありがとうございます。指原さん、セーラー服姿も可愛いですね。これセーラー服姿の私って言っても皆さんに伝わるかわからないぐらいなんですけど、はい、こうやって近くで見ると確かに私だなって思います。これぜひ皆さん近くで見てほしいです。はい、荒牧さんいかがですか。いや、本当に今小さくて皆さん見えないと思うんですけど、ワイシャツのシワとか靴の形とか手の形とかもすっごい細かいところまで再現されているので、改めて見てすごいなと思いました。私こういったショートドラマとはいえ、こういう演技に挑戦することがあまりないので、せっかくの機会なのでと思って結構ダイエットしたんですけど、サイズ感じゃ何も伝わってなくて頑張り伝わってないんですけど、一応そこに注目していただけたら、役作りって観点では。はい、
そうですね、まあ、小さい頃の無邪気な気持ちを思い出して、まあ、トゲがある言葉をズバズバ言えるように、なんか努力しました。頑張りました。指原さんと荒牧さんにこのミニチュアの現場のレポートを行っていただきたいなと思うんですが、はい、私が今いるのは美少女戦士セーラームーンのエリアの前でございます。そしてですね、今映っているのは美少女戦士セーラームーンの原作にも登場する1990年代の麻布十番です。すごいですよね。とても綺麗に再現されておりまして見入っちゃいます。そして麻布十番の街並みの向こうにはセーラームーンの作中にも登場する30世紀未来の都クリスタル東京も再現されているんです。映像で見ても、ね、すごいんですけど実際に見るとよりすごいです。僕が今いるのはエヴァンゲリオン第三神東京市エリアです。ここはですね、手前に旧市街地が広がっていて、その向こうに第三神東京市が円形で見られるエリアとなっております。旧市街地はモノレールや車が動いていて、まるでもう一つの世界があるみたいです。そしてこのエリアでは第三神東京市のビルが登っていくのも再現されているんです。映画で見たあのシーンが再現されていて、エヴァンゲリオンのファンにはたまらないエリアとなっております。ご自身が住んでみたいスモールワールズの中のエリア、その理由も教えてくださいというご質問いただきました。あのクリスタル東京、はい、あのやっぱり、まあ、僕はあの70過ぎてるんですけど、新未来、未来に行ってみたいなと思ってます。だからぜひぜひあのなんかこうクリスタル東京の中に自分を身を置いてみたいなと思ってます。30年前の麻布十番かな。やっぱり美少女戦士セーラームエリア、はいはい、あの最近あの麻布十番に何回か行くことがあって、そのギャップをなんか楽しみたいなって思います、私も皆さんと一緒になっちゃうんですけど、やっぱり麻布十番に、はい、でもミニチュアの世界じゃなくだけじゃなくて普通に実際の世界でも普通に住みたいので十番にします。あのさっきのドラマの中でもあの美味しい焼き鳥屋さんとかも出てきましたもんね、有名な十番。そうそう、それがすごいですよね。荒牧さんいかがですか。皆さん麻布十番選ばれてるんですけど、僕はもう後ろにあるエヴァンゲリオンの世界の第三神東京市がいいなと思いますね。僕アニメ自体もそのエヴァンゲリオン大好きなので、空木美里さんが住んでるマンションとかシンジ君が通ってる学校とかもすごい精巧に作られていて、ここに住んだら楽しそうだなと思いますね。